岩谷寺は、香川県三戸市美野町にある新言集大本山の自覚を持つ仏教寺院。標高382メートルの岩谷山中腹に所在し、山頂の岩山全体が本堂と信仰される。本堂後ろの岩山には、創建時に占住物が収められた岩穴が残る。四国八十八カ所令城の第七十一番札所。本尊は千住観音。 本尊神言、御馬皿たらまきりくご栄華、悪人と一気ずれなむも、嫌だにでらただかりそめもよきともぞよき農教員。本尊院、奥の院語学問所、七カ所参り、大黒天寺殿によれば、聖武天皇の直眼により、行基が道を混流し、光明皇后の母代を弔うため、大宝皇府家根教を祭り、寺院を創建したとされる。当初は、中国、 四国の八国が眺められたことにちなみ蓮華三八国寺と称したという。また、空海は7から12歳の期間、当時にある岩屈である獅子の岩屋で学問に励んだという。807年、唐より帰国後の空海は当地を再び訪問獅子の岩屋にて駒を収し、千座万願の起、座を権限のお告げにより、千住観音を安置し、唐から持ち帰った。 近藤四天皇が古礼と後柄の剣を治め、三郷を剣語三、二つの住む山である未線から、二つの谷という意味とされる矢谷に改めたと伝わる。また、演起によると、この岩屈大師四十二歳の京天下太平五国、豊か女王アルハ四十二歳、薬よけ主情を救いため仙座の小修行し後ではレリ、とあり、これを聞いた後の十字が大主導再建の折に、 工房大師42歳の姿を刻み、奥の院本尊として、薬除け大師を祀ったと言われ、その後、岩屋の中に、石仏の薬除け大師像、佐伯義道教像、玉寄せ御前像を建立し、それまで祀っていた木像を秘仏としたことから、石像と木像の二体の薬除け大師像が祀られている。また、清四前の四国遍路日記には、木像が、 お祭りされていると記述され、サビ本の四国ペンで礼,礼上記には、イニシヘは木造にてアリケルを石にて改め作り立て祭ると記されている。今は大志道図市内に安置されているその秘物の木造役除け工房大志像が、元禄2年以来320年ぶりに、同時に江戸期以来300年ぶりに本堂に安置されていた捨て持ちの大志像が2014年開庁された。 その際、近藤四天皇後これも公開された。室町時代には、天霧城主、香川氏の庇護を受けたが、天正期に陛下により荒廃、後、丸亀藩主教国氏の紀恵により1600年、復興された、金剛剣菩薩大師堂、三田山存馬外仏少し登ると三門があり、さらに長い石段の山道を登っていくと、大きな金剛剣菩薩が迎えてくれる。 その先に赤い手すりの108階段を上り詰めると目の前に大志堂がある。右に進むとすぐ左上に多方塔があって、稲荷社はその脇にある。主狼は正面にあり、その前の石段を上っていくと、途中の右に観音堂、左に重横堂があり、上り詰めると正面に岩屈の五ま堂がある。その五ま堂の右脇の急斜面に荒れた激急坂歩道の上に、 権ン堂が見える。ゴ窓を左に進むと水場があり、石段は二手に分かれ右の方に上がると途中、岸壁に、三田山存まがい物があり、それを過ぎると、やっと本堂がある。農協所は、大市堂の中にあり、洞ゾウ村は、大市堂中央あたりから山側を見ればある。なお、寺を去るとき、決して振り返ってはいけない。それは死者を背負って帰ってしまうからとの言い伝えがある。 重要文化財国の史跡万ダラ児童香川県、指定有形文化財、香川県指定史跡鉄道バス道路天切八王山、奥の院矢谷寺,寺前身の八王山連元院八国寺の旧席とされる。戦は法院によれば八国寺は、三院六坊を、備え党院、祭院、中村院及び渡るの坊、谷の棒、徳子坊、竜下坊、安陽坊、変院坊、 農療坊ありと記される。国造寺工房大師が、国造旧門寺法を修行したところで、その霊石をあがめ混流されたとされている。本尊、国造菩薩座像、右脇仏、工房大師、左脇仏、十一面観音菩薩立像。八丁目大師堂、いやだ二次への車道の途中にあり、工房大師を祀っている。四国八十八箇所七十本。 山寺71、矢谷寺72、万田良寺山切城は土地印樹道よりさらに上がった奥、白方への峠からの稜線を東に登った山頂部、標高381メートルにあり、その直前は犬返しと呼ばれ険しく、本丸、二の丸三の丸、片角の石類が残る。城主である香川氏は、相模国香川総出身の鎌倉県五郎の末裔で14世紀後半に、 佐ぬの守護細川氏に従って入部し、その後、西佐ぬの守護大の地位を得て15から16世紀に築城したと言われている。1990年5月16日、国の史跡に指定、ありがとうございます。